清洲市立図書館は、愛知県清洲市の公共図書館である。2005年7月7日に、西春日ガ郡西部和島町、清洲町、新川町が合併して、清洲市が発足し、清洲市は2009年に、春日町を編入した。旧四町にはいずれも図書館法に定められた、図書館が存在しなかったが、清洲市発足7周年記念日の2012年7月7日、 清須市春日美術館などが立地する、清須市夢広場春日に、清須市立図書館が開館した。清洲城模擬天守2005年7月7日、西葛外郡西辺和島町、清洲町、新川町の3町が合併して、清洲市が発足した。旧4町にはいずれも図書館法に定められた、図書館が存在せず、公民館図書室のみを有していた。 2006年7月の調査では、清須市の3図書室の蔵書数は0.7冊、人であり、年間図書購入費は14円、人だった。西尾有地方16市町村の図書館、図書室を比較すると、清須市は、蔵書数でも、年間図書購入費でも15位であり、海部分執法庁に次いで、図書館環境の悪い自治体だった。清須市は2009年に、 西春飼郡春日町を編入したが、春日町もやはり図書館を有しない自治体だった。図書館に隣接する清須市春日美術館2011年時点の清須市は愛知県にある37市の中で唯一図書館を持たない自治体であった。市民満足度調査や声のポストでは図書館の設置を求める声が多く、2010年には旧4町の図書室を統合して、 図書館を整備する案をまとめ、2011年には、旧春日町にある春日保健福祉センターの建物を全面改修して、図書館とすることが決定した。この場所は、清洲市夢広場春日として整備されており、保健福祉センターの建物に隣接して、清洲市春日美術館がある。10月4日に着工し、2012年3月28日に、竣工した。 ミソノザプログラムだな、清洲市誕生から7周年の記念日である2012年7月7日、清洲市初の図書館として、清洲市立図書館が開館した。改築にかかった費用は約4億円。鉄筋コンクリート作り2階建てであり、延べ床面積は3339.29平方メートルである。図書館の開館と同時に旧四丁の各図書室は閉鎖され、 貸し出しや返却が可能なサービスポイントが3カ所に設置された。美術館を含めた清洲市夢広場春日として指定管理者の一括公募を行い、中日新聞図書館流通センター名古屋三越グループ共同事業体が指定管理者となった。TRC が図書館の管理運営に当たっている。愛知県の公立図書館として、 指定管理者制度の導入は10巻目であり、TRC としては愛知県で5巻目の住人である。開館5ヶ月後の12月12日には来館者数が10万人を突破し、2014年2月8日には30万人を突破した。2013年1月16日にはインターネット予約サービスを開始した。8月には愛知県の図書館で初めて館全体に LED 照明を導入した。2014年6月には、ビジネス支援、子育て支援、ティーンズ、地域情報の各特設コーナーを設置した。2015年6月23日には、デジタルアーカイブシステムのアディクで、清ス市地域資料アーカイブを公開し、農病地震写真庁西葛外軍被害のミノル城などを登録している。2017年11月には歌舞伎、 演劇コメンテーターの長谷川勝彦から1964年12月から2015年10月までのみその座の講演プログラム約440冊が寄贈された。清志市在住の長谷川はみその座の元営業部長である。講演プログラムは一般書家で公開されている。同11月から2018年3月には長谷川による3回連続の講演会、歌舞伎。 ミソの座語りも開催された。2018年10月から、清志在住の漫画家である、鳥山明のアシスタントを務めた松山隆のイラストが館内で展示された。鳥山本人が、その観覧のため来館し、その縁で、図書館だより2018年12月号に、鳥山のインタビューが掲載された。なお、2017年度の入館者数、貸し出し者数とも、 過去最高を記録しており、こうした独自性のある企画が、来館者を引きつけているとみられる。2018年度末の増書点数は145,998点。2018年度の貸し出し点数は271,371点だった。2018年度末の清洲市の人口は69,029人で、あるため、住民1人当たり、 貸し出し点数は3.9点だった。歴史資料展示室児童向けと一般向けでフロアを分けている。児童フロアには読み聞かせや紙芝居などを行うことができるお話の部屋があり、プレールームや授乳室も設置されている。児童フロア部分と中庭で隔てられたガラス張りの交流テラスには新聞、雑誌、文庫本などが置かれている。2階には一般会課。 地域共同資料室、レファレンスカウンター、研修室などがあり、67席の個人閲覧席を有する。同一施設内に歴史資料展示室が併設されている。日本一ビールに詳しくなるための図書コーナー2015年7月23日には、バレーボール V プレミアリーグの豊田合成トレフェルサの選手3人によるトークイベントが開催され、 小賀光一郎首相などが愛読書などについて熱く語った。図書館内のスポーツに関する書家にはトレフェルサの選手たちの愛読書が並べられたコーナーがある。豊田合勢のスポーツチームは清須市や隣接する稲沢市に拠点を置いており、このイベント以後には日本ハンドボールリーグの豊田合勢ブルーファルコン、バスケットボール B3 リーグの豊田合勢、 スコーピオンズについても同様のイベントを開催している。清洲市内には1962年からキリンビール名古屋工場があることから清洲市立図書館はビールに日本一詳しい図書館を目指している。2016年7月31日にはキリンビールと提携してビールの楽しみ方講座を開催した。このイベントは受付開始日に参加申し込みが 定員に達するほど盛況であり、参加者は朝から図書館内でビールを飲みながら地元文化に親しんだ。2017年7月6日にはビール関連書籍を集めた日本一ビールに詳しくなるための図書コーナーが設置された。約400冊の書籍がキリンビールから寄贈され、清須氏は初夏の制作費を負担している。また、 名古屋芸術大学デザイン学部スペースデザインコースの学生が初夏のデザインを担当した。2016年夏から冬には地元の伝統野菜である宮中大根を図書館で育てる試みを行っている。参加者は種まきや収穫に参加し、水やりなどは図書館員が行っている。ありがとうございます。